いびだんご、よし。刀、よし。上り、よし。携帯電話と充電器、よし。これで大丈夫だな。ねえ、私思うんだけど、やっぱり私たちみんなで行った方がよくない鬼ヶ島なんて何が起こるかわからないわよ。それはいいけど、ビッグは飛べないけど、どうするのさ。あら、海の向こうのディズニーっていう森には、 大きな耳をした空飛ぶ象がいるそうよ。ビッグだって飛べるわよ。折り紙先生だったらきっとこう言うわ。ビッグ、君は自分が象だと思うから像なんだ。自分は空飛ぶスーパーマンだって思えばいいんだよ。って。何さ、スーパーマンって。ジロー君知らないの赤いマントをつけて空を飛ぶハンサムボーイよ。いいこと 自分を変えるためには、形から入るってことも大切なのよ。博士になりたかったら、黒縁のメガネ。漫画家になりたかったら、これにベレー帽をかぶれば完璧よね。私、ビッグのために赤い折り紙を持ってきたの。ビッグ、マントみたいに羽織って。そして耳を思いっきり大きくしてみて。 らしいね。さあ、あ鬼ヶ島に出発だ。イエーイ。ねえねえ、僕たちスーパーセルタイみたいでかっこよくない？絶対行けてるよね。あれ鬼ヶ島じゃないかな。想像以上に不気味ね。 ゴゴツゴツしてるだけで何にもない島だなみんな気をつけて私の耳には何かの気配を感じるわ <noise> 鬼って本当にいるわけあんたらこんなとこまで容器張ったなボスワテら赤鬼青鬼兄弟でこいつらやっつけます、ね、あははは任せたぞなんだかまずい雰囲気だぞ ももちろん、どうしよう。よし、明暗がある。僕に任せて。私の後ろに控えし、三人の侍は、空を飛び、形を変える超人たちでござる。私たち侍だってここで刃を傾ければ、お互い無傷では済みませぬ。もし君たちが心を入れ替え、 二度と悪さをしないと誓うなら。誓うなら、私のおばあさんの作った日本一美味しいきび団子をあげましょう。きび団子兄弟聞いたかきび団子や。わーい、きび団子食べたかったんや。兄ちゃん、わたらこれからいい子になりますぜ。 きびだんごってそんなに美味しいのはっ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 はきびだんごで鬼たちを手なずけるとはあっぱれ桃次郎、合格じゃおじいさん、おばあさんそうか、これが僕の原服の試験だったんだね原服って何その通りじゃ、三匹の侍がた 桃次郎を助けてくれてありがとう。これからも仲良くしてやってくだされ。桃次郎や、このお侍方はお前の生涯の宝であるぞ。なあ、桃太郎おじいさん。桃次郎や、わしらは一足先に家に帰っておるからな。 桃次郎くんあなたかっこよかったわよかったら付き合ってあげてもいいわよそんなことより今おじいさんとおばあさん突然消えたけどあれテレポーテーションってやつじゃないあの超能力者がやるやつ確かにそのようねももじろうくんあなたのおじいさんおばあさんができるってことはあなたもできるってことじゃない僕にはそんなの無理だよ どんなことも試してみないとわからないわよよし試してみるかえい、ー、家に帰るぞやっぱり無理だね桃白くんなんともないなんともないけどなんで半分だけテレポーテーション成功したみたいよおじいさん桃白半分だけ帰ってきましたよ この子はなんでいつも忘れ物するかね一体誰に似たのかね